さっきね、軽くこう結成のいきさつとかね、まあ、歌詞の内容にね、こうメッセージが込められてるという話をしてたんだけどね、まあ、ヒロさんがねこうそこに至るまでね、こうどういうふうに活動してきたのかとかね、昔制作会社にいたって話を聞いてたんですけど、なんでそれを知っているんですか。もうあのちゃんとこうデータプロフィールにバチ、大学に在学中に本当に軽い気持ちでアルバイトで入ったんですけど、やってるうちになんかすごいヘビーな仕事を任されるようになって、どちらかを選ばなければいけない状況になったんですよ。で、なるほど。でも悩んだ結果仕事の方を選んで、制作会社ってのは映像の制作だったんですけど、そっちの方に。それがどうやってアメリカ行くに発展一緒に仕事をしていた僕のプロデューサーですよね、その人がと一緒に、いろんなシューティングとかニューヨークのアンダーグラウンドのクラブの紹介をするビデオの番組とかのシューティングとかで行ったり来たりしてるうちに、そうやって向こうのアンダーグラウンドのミュージシャンたちと仲良くなって交流持てるようになって、それがまた、ね、友達の友達の紹介でメジャーな人たちに紹介してもらえるようになって、これもラッキーだったんですけどね。結構夢のような話ですね。ええ、It's like a dream come true his story. Wait. Yeah. Yeah. He got this band together, right?すごくね、羨ましい限りだなと思うんだけどね、まあさっきもね歌詞の中でね、こうメッセージが込められているって話したんだけど、まあ、曲なんかはね今度どういう風に作ってるのかとか、伺いたいなと思うんだけど、 So how do you guys write the songs together? How do you write the songs together? Well, when we finally got the members together or the nucleus of thisAl and Hiro had went to my studio in L.A. and we pretty much wrote, Al and myself, like... 5-6 things. Right away. And first day, just got together playing some riffs. And there was so it really got going. Yeah, there was a vibe to it, and then Hiro did his stuff to it and started adding what was to be the body of the sound, you know, electronics. And then he went back to Japan, and Al went back, came back with more music.And for me, the more I started getting of the stuff, it started coming together. Mm-hmm. So the writing, you know, it was very easy. You know, there was nothing difficult because even when we were in the studio, a lot of things changed and we were trying new ideas. And so it was an interesting building up of the music. Hiro had a vision for what he wanted the music to sound like. Mm-hmm.Which was obviously in his head. You know, me and Steven just come from the place like we write a song, here's a riff, go.So everybody was kind of unsure what it was going to be until we actually heard the mixes. Mm-hmm. So every day it would be like he would change something, I would change something, Steven would change something, just keep adding to it and making it more and more different and coming up with more bizarre sounds. Yeah. Started out just like writing a song, you know, like with anybody else. But once in the studio... It started taking shape. So, もし間違ってたら言ってくださいね。いやまあ訳すけど僕も分かりませんから。そうとにかくねもうみんな、スティーブンのうちに集まってねスタジオでいろいろ集まって初日にいきなり 5,6 曲サクサクと出来上がってってね、まあだいたい構想っていうのはもうヒロさんの頭の中にずっとあって、もうみんなとしてはねもう一体どんなものができるのかっていうのは出来上がってミックスし終わるまでね、分からない状態でいたんだけどね、まあそういう感じでねもうみんなまあ、ヒロさんは途中で日本帰ったりねそれから、みんなおのおの行くとこ行ったりして戻ってきてまたねどんどんアイデア詰め込んでったりしてね、そうやって積み重ねてってね作ってたということなんだけど、まあ、要するに、まあ、ヒロさんがねもうメインのアイデアを出して、それに基づいてみんなアイデア出し合ってね曲を作ってたというまあ言ってみればそんな特別なことじゃないんだけどそこは逆にこう他のバンドと違う色を出すところがそうですね、やっぱりバーテックスの魅力だと思うけど、今回は他の、ね、バンドの人たちがやってるようにプリプロダクションを綿密にやった後に本番はレコーディングがスラッといくってそういう形であえて撮らなかったんで、まあね、それぞれのスケジュールがタイトだったのもありますけれども、そういったところでやっぱり本ちゃんの、ね、レコーディングで起こりうるいろんなハプニングっていうのをみんな詰め込めたっていうのがすごく反映されてるなと思いました。新鮮ですよね。そうですね。よくデモテープなんか作ると、そのデモテープのいい味がレコードに映せなかったりとかって話聞く。Yeah, when you make demos sometimes, and you really get prepared and stuff, then sometimes when you start recording the record, you start comparing it to the demo. Yeah, and we pretty much kept the arrangements and stuff
to our original demos, which had its own character. We really didn't change much. The body of the song remained the same. そっか、なんかまあとにかくね、もう元はもう要するに結構もう芯がしっかりしてたって感じですかね。コンセプト自体も、コンセプトもはっきりしてたからやれたということなんですけどね。まああのここら辺でね一発次ヒロさんにね、ビデオ選んでいただいて、また戻ってきたらどんどんいろいろ喋っていきたいなと思いますんで、ヒロさんどうぞ。僕の紹介したビデオは、デイビッド・ボーイの「ハート・フィルティ・レッスン」です。もう一つこうバンドのコンセプトっていうのはですね、皆さん、歌詞を見ていただければもうストレートにコンセプトが伝わってます。このアルバムは一応21世紀に向かっての提案ですね。それを一つの、コンセプトの大きなものの課題の一つに捉えてます。そこら辺のところを聞いていただければ。なるほど、まあ、その辺をね、まあ、歌詞とかをねちゃんとチェックしていただきたいなと思うんですけどね。いや二方ね、せっかく来ていると、もうすごいですよ、ね、スティーブン・パーシー先生とアル・ピトレリ先生、もうラットとかアーケードとかでもおなじみだと思うんですけど、これからアル・ピトレリ先生、ウィドーメーカーとかね、アリス・クーパーのあるとか、あと T.M. スティーブンスなんかのね、Keep going ということで、やっていただいてるんですけど、まあ、この3人がね、一体どんな音を出しているのか、早速ね、一発見ていただきたいなと思います。ほいじゃあ、今日一発目のビデオ、いきましょう。So, we're gonna play the first video.、Yeah.Okay. Want to introduce it by yourself, sir? What's the first video? One Leg Son. Oh, our video. I was waiting for the Temple of the Dawn video, man. this is a new Vertex video. It's called One Like a Son. Check it out. Dig it.Unforgiven, none to speak of, dead, I'll live in time to spare us.
さあ、次はね、まあいろいろこのね、スティーブンがバーテックスの他にもバンドをスタートさせてるなんて話も聞いてるんでね、その辺の話もね、この際せっかくだからね、いろいろ聞いてってみようと思います。で、あのいろいろ通訳とか手伝ってください。僕がですか。ね、で、あのね、ビシャスディライトっていうバンドをスタートさせたっていう話を聞いたんだけどね、その辺について聞こうと思うんだけど。So can you tell us a little bit about Vicious Delight and if you? Well, yeah. After I did the arcade thing, you know, I pretty much.When I write and make records nowadays, I do them for myself, mm-hmm. you know, and hopefully everybody will accept it. So after the arcade thing, I needed a change, you know. So it's a whole different project because I'm playing guitar on it, and it's back to basics, like early Rat, you know, Mickey Rat, per se. And I had some time, you know, once again, it was like the Vertex, having some time. And for myself, that is, you know, my main project.As of this, and that was released here in December '95. Very cool record, too. Mm-hmm. Very cool. It's different, and then, you know, that stays over there, and then that's when we hooked up with Hero to do the Vertex. Mm-hmm. And it is what it is, you know, just another phase. そこまたね、自分の、こう違った一面を、見せてるアルバムでね、まあ、去年の12月に、日本でも出てると思うんだけど、その、まあ、こうなんていうのかな、こうアーケード一段落ついて、まあ、いろいろ自分のためにね、まあ、自分の本当こういろいろ振り返っていってみて、まあ、ミッキーからあミッキーラットからね、ミッキーラットのところまで振り返っていってね、こう自分のね音楽を再発見するようなね感じでやってるということなんだけどね。だからまあもちろんこのバーテックスも一つのね自分の顔だし、でまたそういうビシャスデライトという違う一面も、持ってやってると、いうことなんだけどね。そうかね、まあ2つのバンドやるってことはまあね、さすがにラットの再結成なんだよ、ちょっとないですか。では僕が言うよりスティーブンが言った方がいい、ま、聞かない、どうですか、聞いて大丈夫ですか。ね、大丈夫ですね、多分大丈夫です。そう、They're like, so there's probably no possibilities like Rat gets together because there have been rumors like that. I have nothing to say. He's going to pull an OJ and take the fifth. 何も教えてくれないそうです。言うことはないみたいですけどね。まあ、まあ、そんな具合で、いろいろあんま突っ込んでもなんですし、まあ、この辺でね、一発スティーブンさんに選んでいただいたビデオ、お書きしたいと思うんですが。So, can you pick a video first? Yeah, let's, Here are my old friend, Uncle Ozzy. Ozzy Osbourne, Perry Mason. Vertex の皆さんをゲストに迎えてお送りしてまいりました。で、まあ最後になるんですがね、もう一つこう Vertex の今後の予定についてヒロさんに聞いて、分かりました、行きたいなと。とりあえずレコードはできました。で、はい、日本は4月21日ですか、発売になります。アメリカの方もあの6月の11日発売します。あ、でそれをリリース、全米リリースした後にですね、ツアーをやります。6月の、中旬から8月いっぱいにかけて約2ヶ月ですね。あの全米を回ります。でその中間で6月の下旬ぐらいからあの日本にも数カ所回る予定がありますんで。なるほど、はい、あのぜひみんな見に来てください。日本の予定はもちろん、日本の予定はいつでしたっけ。あの6月の下旬、6月の下旬、ね、いらっしゃるということで、4月21日にアルバムが発売されて、はい、ね、皆さんぜひチェックしてみてください。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。今後もよろしくお付き合いいただければ、はい、こちらこそお願いします、はい。で、まあ、せっかくだからあの、まあね、スティーブンさんとあとアルさんの、いろいろ今後のバーテックス以外の予定なんかも聞いていってみようと思うんだけど。 So besides Vertex, he just told us about Vertex, but if you have any plans for the plans, you know? For me, I have to, you know, further ahead with what I was, you know, started, Vicious Delight and Vertex. Yeah. And I just
take the road which turns me on, you know. Okay. That's about it. Right. まあ、なるようになると、いうことで、バーテックスとね、ビシャスティライト、それぞれね、頑張っていくということなんですけど。Don't touch my mustache. Don't touch my mustache. Well, you know, we're both fairly busy musicians, you know. In America, you're afforded the luxury to work as much as you can. You know, I'm a member of Savatage. We're going to be over here, I think, in the late spring, early summer touring. I get to work with T.M. Stevens again, doing another record.My blues band from New York, place called Rage. You know, I just try to keep busy. I have a wife and three kids. And I got to pay her American Express bill every month. Oh, okay. 彼女のね、アメリカンエクスプレスの、請求書を毎月払わなきゃいけない。奥さんとね、3人の子供がいらして、もうとにかく、忙しくしてなきゃいけないという、ね、TM Stevens